特立高段前駅は、福岡県北九州市小倉南区特立駅一丁目に、ある、北九州高速鉄道小倉線の駅。駅番号は、10。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。2019年度の1日平均乗降人員は4,410人で、ある。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。 西鉄高速バス西鉄バス北九州 AB 曽根、トル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄30号モノレール、新交通システム、工作鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年10月16日、10ページ。北九州モノレール、 ノシュゴカのサービス開始日について九州旅客鉄道、北九州高速鉄道、オリジナルの2017年10月13日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20171013033129/http:/www.jrqq.co.jp/sugoc-a/pres/srel-ease/.ixfiles, a field file,2017-04 1 5万624プレス、PDF2020 年2月6日閲覧。西鉄メディアハットと、受け、北九州北九州都市モノレール、小倉線場客人員。ありがとうございます。